最近あのちょっといろんな噂がねやっぱ立ってまして、ほうな、どんな噂、なんか、まあ、これちょっとこの前の配信でもちらっと話したんですけど、はいはいはい、最近不審者が増えてると、あ、まあね、不審者が増えてきてるんですよ、そういう時期ですよ、まあ、ちょっとねあったかくなって、まあ、なあの夏近づくとですね、うん、やっぱ女性に対しての不審者が増えちゃうわけですよ。でうちの嫁もですね、あの深夜にあのコンビニに行ったと、そうコンビニ行ったらやっぱね、その飲んでるおっちゃんとかがいっぱいいるわけですよ、まあ、やっぱコンビニに行ったらいろんな人が利用するじゃないですか、うん、もちろんもちろん、なんかいきなりそのおっさんがね、うん、カゴを突きつけてきたと、ボンと、うんうん、でほら入れろよっつって、このカゴに入れろよ無職がっつっていきなり煽られたとそのおっちゃんに、はいはいはい、恐ろしいぞと、だから、はいはいはい、みんな想像してみて、想像してみて、いきなりコンビニでカゴぶつけられて、オラ入れろよ無職がって言って煽られたらもうどぎも抜くよ、ビビるでしょう、ね、ビビるビビるビビる、ね、うん、それ誰だって言いたいんですか、それ誰だって言いたい、いやいや分かんない、それは分かんない、そういう怖い話が、もしかしたらだけど僕確かに、はい、その奥さんと肉子と、はい、コンビニ行きましたよ、はい、まさか僕じゃないそんなことしてないもん、 そんなことしてないもん、僕は、え、それ僕だとしたら、はい、もうその盛るとか話を盛るとかじゃなくて捏造、捏造、捏造よ、捏造、いや僕嫁からそう聞いたんですけど、捏造だわ、じゃあ虚言器ありますよ、いやいや本当は本当は本当は、はい、僕じゃ僕が、はい、いや そのシーンは、そのシーン、そのシーンは、うん、うちに、あ、じゃあいいです、僕が買いますから、カゴをこうやってやっ て入れてくださいだけよ、え、無職は、無職も言ったよ言ってるじゃん、いやいや、その無職をぶつけて、待て待て待て、大事な話の流れが抜けてる、無職がっつって、大事な話の流れが抜けてる、これは恐ろしい話ですよ、じゃあ最初から言うね、あ、最初からお願いします、まず、はい、夜ね、うん、ミルク氏と、うん、コンビニ、あ、僕コンビニ行きますけど何かいますみたいな、はいはい、あ、じゃあ私も行くみたいな、あ、なるほど、近所のコンビニ、そんな感じ、まあ、それぐらいずつ行きますわな、行きます、はい、行きます、行くときに、うん、あのいざ玄関を、はい、出たときに、うん、あ、私財布いるみたいなこと言いだした、はいはいはい、財布いる、我無職ぞ、ボンさんもう無職じゃないじゃん、ミルク氏が、え、ミルク氏が、あ、ボンさんじゃなくて、自分のことを、私、はい、財布いる、我無職ぞそんなこと言うかな、我無職ぞって言われたんですよ、うちの嫁言うかな、そんなこと言うんですよ、いやー、それ信じられないけどね、我無職ぞ、どっちが捏造してるかよね、向こうよ向こうよ、無職の方よ、え、そう、はいはい、まあ、我無職ぞとか言って、財布いるっつって、うん、じゃあじゃあいいっすよと、うん、無職、我無職ぞなんて言われたら、はいはい、そんな人だよ、怒りますわと、そうそう、それで行って、はい、コンビニで、うん、無職でしょ、入れていいよって言ったわけです、あ、自分で言い出したからね、我無職で我無職、我無職、自分で言い出したから我無職、まあまあまあ、そういう気分の時もありますよ、それ女性だったら、いや、ないでしょ初めて言われたよ、我無職と、いやいや、やっぱ女心と秋の空は変わりやすい、女心関係ないじゃん、女も女心ひとかけらもないわ、女心、我無職と、え、いやでもその嫁はうちのミルクはそれですごい恐怖を感じたと、やっぱコンビニで、まあ、実際ちょっとミルク氏も出してくれたんですよ、あ、そうなんですね、結局ね、え、結局出したの、700円出してました、700円で、僕がスーパーカップ食べたら、それ俺のおごりやでっつって脅してくるんですか、いやいや、それはだって俺のおごり分です、あ、そうか、ですです、あ、ありがとうございます、はい、いや、まあそういうこともあって、いや、でもね、そういうこともあるけど、いや、僕ね、やっぱボンさんには優しくしないといけないと。